能富ノートミリオ昭和9年2月は日本の剣術家。流派は戸田流。称号は大日本武徳会剣道藩士。非全国奥義軍西川に生まれる。能富家は小木藩の武術師藩の家系で代々五郎太夫を名乗った。ノリ夫が明治30年7月に検品した石碑によれば、五郎太夫は、正幸乱流組打正幸乱流棒縄術、戸田流剣術。 正サ乱流二頭、ネギシリュウナゲナタ九大師範とある。能富家の道場での多流試合や道場での修行中に無念にも亡くなった人々を葬ったという鬼塚が現在も残る。鬼塚は能富道場へ来訪した諸国を回る武者修行の剣士や道場を破り、多流試合などの中で亡くなった人々のみを葬ったと言われているが、道場の稽古中に、 無念ながら亡くなった身寄りのない文化生や、諸国巡礼中に、病気や怪我により亡くなった方々を弔うための塚で、ある。のりおは幼き頃より、武道の交流に志し、父から、下方の武道の大名を極め、明治10年先行を継ぎ、自定に道場を開く。明治18年佐賀県巡査に任官し、佐賀県警察部や師範学校、 中学校等で剣道の指導に当たったことや、佐賀竹範殿の建設で知られる。子息の能富逸尾も剣道半死に進んだ。ありがとうございます。